京リーダー3年生の市村遥香と、はい、サンプロジェクト東京副リーダー兼ソープロスターズ2年生の古澤さんです。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、いよいよ始まりましたソープロジェクト東京ホームライブボリューム5。お越しいただいた皆さん本当にありがとうございます。ありがとうございます。いや嬉しいね、このねたくさんの方に来ていただけて、はい、在校生の皆様も、ね、お客さん、ファンの方もありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、私たちソープロジェクト東京は、はい、7期生のラストライブから先輩からねバトンを受け継がれて約2ヶ月が経ち、ようやく1回目のね本格ライブを初めてさせていただくことができました。はい、そしてそのラストのね放課後ライブで、はい、先輩方からねいただいた役職の本を、はい、今から振り返っていきたいと思います。はい、はい、じゃあ役職の方左の方からダンス向上委員から紹介していきます。ダンス向上委員3年生の町村美織、鈴木まなみ。はい、そして制作委員3年生の杉浦真帆、2年生のリーダー明菜、2年生の福島亮太。そして広報委員は2年生岡部夏美。はい、そして東京支部長は3年生山本愛理。はい、そしてチームの副キャプテン候補は2年生の花岡さくら、川島若菜、山本あずさ。候補が札幌から転校してきました3年生の小森美奈、3年生の近井美織、3年生の天美優希。忘れちゃいかん、忘れちゃダメですよ。忘れちゃダメ、ダメだね、忘れちゃダメ、ごめんなさい。はい、そして副リーダーが3年生の飯塚ねね、そして2年生の紅沢空、はい、そしてリーダー3年生の市村遥香です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そしてね皆さんもお気づきかと思うんですけど、はい、今年はたくさん新入生が入学してくれてですね、イエーイ、かわいい、かわいいぞ、期待遥香もある印象無理です、無理です、はい、そんなね、はい、1年生も、そうなんです、今年の1年生は、はい、すっごいんですよ。ダンスを練習する場所があるんですけど、そこでずっと東京で2番シューッみたいな、ずっと本当に、本当に元気で、すごい練習してくれてね、もうしっかり注目していただきたいなって。元気なメンバーがたくさん入学してきてくれました。そしてね、この放課後ライブでなんと1年生のお披露目があったりなかったりするかもしれないので、ぜひお楽しみにしててください。はい、はい、それでは今日はね、このメンバー一人一人端から端まで最後まで全力で頑張っていきますので、最後までよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは早速次の曲に行きたいと思うんですけど、なんと東京もね、はい、新学期になってチームがまた分けられたんですよね。先輩は安定の、そうだって、かっこいい系の、わかんないよ、いや、多分私、オンハートで端とかうるさいですね、ちょっと。はい、これからね、ワンハートから新曲を披露させていただくんですけど、変わったチームにも、変わったメンバーにも、変わってないメンバーにもぜひ注目していただけたら嬉しいです。それでは早速ライブに戻りたいと思います。雪先を知らない、この徘徊の向こう
ーム毎度の山本愛理と、はい、騒音プロジェクト東京チームソーダ部キャプテン2年生の山本あずさです。2人合わせてダブル山本です。よろしくお願いします。お願いします。はい、今さらっとチームのことについて紹介しちゃったんですが、私はチームソーダからチームマイダに、そしてあずさは、はい、チームマイダからチームソーダに移動しました。そのチームの移籍っていうのはですね、毎回チーム振り分けオーディションというものが行われて、はい、チームワンハート、チームソーダ、チームマイドの3つのグループにそれぞれの課題を持ったメンバーが振り分けられます。はい、なのでそのチームごとに放課後ライブなど、目標を立てて練習していっているので、ぜひそのチームについても皆さんぜひ注目していただきたいなと思ってます。よろしくお願いします。お願いします。はい、そして8期生になって私たちは1つ学年が上がり、私は3年生に、あずさは2年生になりました。そして、正直こんなに大きなチームに、言い直します。私たちの代が1年生の頃に騒音プロジェクト東京がスタートして、正直こんなに大きなチームになるとは思ってなかった。こうやってあずさたち2年生が入ってきてくれて、1年生さっき見たと思うんですけどすごくたくさん入ってきてくれて、ここにはこんなにもたくさんの皆さんが応援しに来てくれて、私たちはこのステージに立つことができていて今すごく嬉しいです。でも残り1年間なので、残り1年間支えてくださる皆さんや応援してくださる皆さん、そして後輩たちに少しでも何か残せたらなと、たくさんの思いを届けられたらなと、全力で1年を過ごしたいと思います。っていう少し真面目な話になったんですが、2年生になってあずさはどうですか？はい、私はですね、はい、すごい1年生の時からもうすごい今の先輩たちをすごい頼りすぎてて、もうまだ先輩という自覚が足りてないですね。はい、それでこれから2年生で話し合いとかお互い注意し合ったりとか絆を深めて、誰にも負けない学年になりたくて、でそれでなんかもう2年生らしいなんかパワフルなパフォーマンスを見て、で皆様にも2年生やばくないみたいな感じで思ってもらえるようにしていきたいと思います。楽しみです。はい、はい、ここでですね、皆さんも気になってると思いますが、1年生の紹介をしたいと思います。はい、じゃあ早速呼んじゃいましょうか。呼んじゃいましょう、はい、せーの、1年生集合。はい、元気です。かわいいでしょ。もっといっぱい来ますよ。はい、はいはい、すごいですよ。私たちの学年より多いです。だいぶ多いですね。はい、かわいいです。はい、とっても。全員来たかな。揃いました。たくさんの1年生が入ってきてくれて、東京は約総勢70名になりました。はい、ここで少しでも皆さんに一人一人の名前を早く覚えてもらいたいので、今から出席確認を取ります。イエーイ。中学校ぶりです。いきます。みゆき、石原りりか、梅津渚、島田メルム、村上彩音、福岡るい、市川美玲、森田里央、坂上優、小田新奈。はい、じゃあレッツチェンジしましょう。及川りり、有田彩乃、杉山みやび、武田由良、美里ゆずき、服部優和、関智美、本橋音葉、町永かな、コルデロリエ。来チェーン選手お願いします。はい、大村沙和香、野中春菜、松岡夏、森と優、斉藤真央、坂上さや、
役はリアラ、鶴田よしみ。はい、ラインチェンジしてください。はい、多いですね。以上がこれからの騒音プロジェクト東京を一緒に盛り上げていってくれる1年生です。これからもこの1年生を含め騒音プロジェクト東京の応援をよろしくお願いします。準備に戻ってください。はい、いってらっしゃい。すごい歓声が、すごいですね。1年生もう人気ですね、はい、ちょっと気になること書いたら顔とか覚えていただけると嬉しいかなって思います。はい、はい、それでは次に行きたいんですけども、はい、次はなんと、そうですね、あの騒音プロジェクトというにはもう一つチームがありまして、騒音、はい、プロスターズというチームなんですけども、大阪、福岡、札幌、そして東京から、活動された騒音、プロジェクト約200人の中で、選抜されて結成されたユニットなんですけども、なんと急遽、全国から騒音、はい、プロスターズのメンバーが来てくれることになりました。早速呼んじゃいましょうか。呼んじゃいましょう。ソープロスターズ集合。はい、はい、じゃあもう皆さん気になると思うんで早速パフォーマンスをしていただきたいと思います。
ちはソープロスターズです。よろしくお願いします。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 はい、今日ね急遽7人のソープロスターズが集まったということで、はい、本当にねびっくりな気持ちがあるんですけど、まあ、びっくりした、うん、せっかくね、せっかくね、うん、来てくれたので、うん、大阪と福岡の最近のこと、近況、近況、近況、そう、それをなんか聞きたいなと思って、はい、はい、大阪から、うん、大阪からですか、私たちはですね、5月の11日金曜日に8期生一発目となる放課後ライブが、行われたんですけれども、新入生が、なんか40名加わりまして、大阪メンバー総勢90名でパフォーマンスさせていただきました。多いよ。多いんですよ。すごい多いんですけれども、私たちは月に1回なんばグランド花月地下1階にありますイエスシアターというところで、放課後ライブを行っているんですが、次回はですね6月の24日日曜日となってますので、ぜひね大阪にいらっしゃる機会がある方はぜひぜひお越しください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ続いて福岡、はい、お願いします。そうですね、私たちも一発目の放課後ライブが、5月の19日土曜日に開催されまして、なんとですね、1年生が29名入って29名。そうなんですよ、私たちは去年まで福岡っていうチームは20人にも満たない少ないチームだったんですけど、なんと40人になって、そう、倍の人数になって、今新しいそのプロジェクト福岡を作り上げている途中ですね。はい、まだ放課後ライブは次の放課後ライブは決まってないんですけども、学園祭が、6月の9日にありまして、まだ時間ははっきりとは決まってないんですけど9日にソンプロジェクト福岡としてパフォーマンスさせていただきますので、もしお時間ありましたら福岡もね遠いと思うんですが、お越しくださると嬉しいです。よろしくお願いします。お願いします。最後にお知らせがあるんですけども、はい、今日はですね、ソープロスターズのメンバーが東京に集結してくれたんですけども、なんと次回は大阪にソープロスターズのメンバーが、嬉しい嬉しい、ぜひ、ね、大阪まで遠いんですけど、ぜひぜひ応援しに来てくれたら嬉しいです。お願いします。はい、お願いします。6月24日、なんばグランド花月地下1階にありますイエスシアターでお待ちしてます。はい、お願いします。お願いします。はい、それではそろそろライブの方に戻りたいと思います。はい。これは1年生ですね。フレッシュだ。すごい、ピンクの。かわいい。はい。いいね、いいね。さあ、それでは次の曲に行きたいと思います。1年生で Hey You。Don't
Yeah.
しているんですが、まあ、課題曲のムーンライト伝説を自分たちで振り付けをしてパフォーマンスをするというものなんですけど、いつもとはね違う。そうなんですよ、ね、東京では3年生の町村美森と鈴木まなみが振り付けをさせていただいたんですが、はい、もうねすごい、もうちょっと見たんですよ、うん、もうすごいこれはぜひ会場に足を運んでいただいたら嬉しいです。はい、お願いします、はい、お願いします。はい、そして最後に月を超えて7月7、8にあるアイドル横丁 in 横浜赤レンガパークにて、はい、出させていただきます。はい、はい、ぜひお越しください。はい、はいはい、これで以上です。はい、以上です。終わりなんですが、はい、6月はたくさんのイベントに出させてもらうので、公式ホームページやツイッターなどで私たちも詳細をつぶやくのでぜひチェックしてください。お願いします。お願いします。はい、はい、そしてね、もう次にね行きたいと思うんですけどね、もう札幌にいる時からもう東京の放課後ライブと言ったらこの曲なんじゃないかってぐらいね、もうなんか思ってるんですけど、私はもう出たいんですけど、だから頑張ります。はい、やるよね、一緒に頑張る。はい、そろそろライブの後半戦に戻りたいと思います。はい、それでは聴いてください、おたまタクシー。
京リーダーチームマイド3年生の市村遥と騒音プロジェクト東京支部長チームマイド3年生の山本愛理と騒音プロジェクト東京副リーダーチームソーダ3年生の飯塚ねねです。よろしくお願いします。私たち騒音プロジェクト東京は一人一人が違う夢を持ち、その夢に向かっていろんなことを学び、傷つき苦しみもがきながらもこのステージに立って皆さんに何かを届けることができないかと騒音プロジェクトを必修して3年間全うしていっています。その中で私たちはたくさん気づくことがあったよね。はい、私たちはソーンプロジェクトを通して一人一人が夢に向かってみんなで進んでいっています。そしてこのステージを通してこの環境が当たり前じゃないということを改めて実感しました。そこでこのソーンプロジェクト東京がどこに向かっていくかをメンバー3年生を中心にたくさん話し合いをしました。その中で震災によって夢を追うことが難しくなってしまった方や夢を追いたいのに断念してしまうことになってしまった方がいることを知りました。私たちはそのことを知りたくさんのことを考えてきました。ですがまだまだ私たちが考えて出さないといけないことがたくさんあって、まだ8期生東京の目標はここでは発表できないんですけど、次回の放課後ライブでもっともっとメンバー一人一人がたくさんのその思いを持って話し合いを重ねて、次回の放課後ライブで皆さんに8期生東京の目標を発表したいと思うので、もう少しお待ちください。ですが私たちがこの思いを持ってこのステージに立っているんだっていうことを少しでもしていただきたいです。私たちはまだまだ夢を追いかける側ですが、皆さんに助けられていることもたくさんありますが、これからこの1年間を通して私たちがその感謝を返せるまでに成長していって、他のチームに大阪に福岡に札幌にも負けない東京らしく熱くてそして真面目なチームを作っていきます。なのでこれからもソーンプロジェクト東京8期生の応援をよろしくお願いします。よろしくお願いします。そんな私たちがいろいろ気づかせてくれた、一人じゃないと思わせてくれたこの横にいる仲間一人一人が助け合ってこのステージに立って皆さんのお届けしていること、感謝が皆さんに助けてもらっていることに気づかせてくれて、このみんなで前に進んでいこうって教えてくれたこの曲を聴いてください。騒音プロジェクトで七色の橋。Thank you.
はまだまだ未熟ですが、これから私たちらしく東京らしく前に進んでいきます。これからも8期生東京の応援をよろしくお願いします。よろしくお願いします。本日はソーンプロジェクト東京放課後ライブボリューム5にお越しいただき本当にありがとうございました。
リーダー3年生の市村遥香です。私たちは先ほど発表させていただいた思いを胸に、これからもっともっと東京を東京らしく真面目で、そしていろいろ言い合うこともありますが、やっぱり最終的にはみんながいないと自分もここに立ててないわけで、メンバー一人一人もここに立ててないわけで、メンバーに成長させられている部分もたくさんあります。そして支えてくださる皆さんや応援してくださるファンの皆様の方のおかげでもあります。そんなソーンプロジェクト東京はどんな年にも大阪、福岡、札幌のにも負けないような素晴らしいじゃない、良くて熱くて真面目なチームを本当に作っていこうと思っています。なのでソーンプロジェクト東京8期生の応援をよろしくお願いします。ソーンプロジェクト東京放課後ライブボリューム5にお越しいただき、本当に本当にありがとうございました。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 後ろの方もありがとうございました。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 プロジェクト東京放課後ライブボリューム5にお越しいただき本当にありがとうございました。この後の特典会も一緒に楽しみましょう。また次回の放課後ライブでもお会いできることを楽しみにしています。ソーンプロジェクト東京チームワンハートキャプテン兼ソープロスターズ3年生の辺見由紀でした。ありがとうございました。